あなたのことが好きで付き合いたいと思うから、こんな態度を彼は示すんです。こんにちは、小川健二です。このチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスということで、恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています。動画はほぼ毎日更新しています。最新の動画を見逃さないためにもチャンネルの登録をよろしくお願いします。また僕への個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションまでお越しください。なお僕の個別セッションですね、ご予約大変たくさんいただいておりまして、近々の予定がご希望の日時やや取りづらくなっています。少し先の予定を余裕を持ってお申し込みいただくと、ご希望の日時の予約が取りやすくなっていますので、お申し込みいただく際には、ぜひそこご協力のほどよろしくお願いいたします。さて、男性がね、好きな女性に対して、お付き合いをしたいと思っている女性に対してどんな行動を示すのかというポイントについて、今日は8つご紹介をしていこうと思います。ただ男性はね、既婚男性も独身男性もね、示す態度はあんまり変わらないので、お相手が既婚男性の場合に関しては少し注意をした方がいいんです。だからこそ、まあね、不倫という形になってしまうので、相手が既婚男性の場合に関してはね、少し注意をした方がいいかもしれません。こちらに画像が出ているので、まあ、こちらにリンク先が出ていて、まあ、こちらのね、まあ、ちょっと不倫になっちゃうんだったらちょっと考えた方がいいよねということは、こちらをね、あらかじめチェックしておいていただいて、まあ、今日はね、まあ、ちょっと独身既婚ということに関わらず、男性がね、お付き合いしたいなと思う女性に対してどんな行動を示すのかというようなお話です。もちろんここでご紹介差し上げるお話全てがね、あなたと彼のケースに当てはまるかというと、そういう場合でもないので、こういうケース、こういう場面はね、どういう対応すればいいのかというような個別具体的な問題については、僕の個別セッションの方にお越しいただければ、あなたの状況環境を詳しくお伺いさせていただきながら、より実践的なアドバイス等々させていただいたりとか、問題解決が必要であれば問題解決のお手伝いを一緒にさせていただくこともできます。少し先の予定をね、余裕を持ってこちらの方から、リンク先に出てますからね、お申し込みいただければ、ご希望の日時の予約取りやすくなっていますので、ね、こちらにお越しくださいませ。さあ、ということで、男性は付き合いたいなと思った時に女性にどんな態度を示すのかということ、8つご紹介していきたいと思います。まあ、脈あり脈なしみたいなね、もう曖昧なものじゃなくて、もうね、それはお前のことが好きだよね、それはね、明らかに付き合いたいと思ってるよねというような話なので、まあ、どれもね、分かりやすいと思います。1つ目、こちら、はい、頻繁に誘うと、いうことで、まあ、好きでもない女をね、誘うことはないから、ね、しかも頻繁に、まあ、時々ね、ちょっとご飯食い行こうぜとか、仕事の合間にね、ちょっとお茶でも行こうぜみたいな、まあ、そんなのは普通にあるかもしれないけども、まあ、わざわざね、まあ、仕事終わった夜とか、まあ、休みの日とかね、そんなところに合わせてあなたをこう1回2回どころかね、3回4回って頻繁に誘ってくるということは、それは脈があるとかないとかじゃなくて、好きじゃないか単純にっていうふうに、まあ、思っていただいてもいいのかなと思います。まあ、中にはね、おごりたがりおじさんみたいな、まあ、なんかよくわかんないけど誘ってくるみたいなおじさんもいたりするんでね、まあ、そういうこう脈ありっぽいけど脈ありじゃないんだよね実はみたいな、まあ、そういう人もたまにいるけど、あんまりいないんでね、ちょっとここはまあ注意をしてもらえればいいんだけど、リンク先はここに出てるんでね、まあ、そういうこうおごりたがりおじさんみたいな、よくわかんない誘い方をしてくるんじゃなくてね、明らかになんか普通にね、誘って遊んでご飯を食べてすごく楽しいねっていう時間を過ごせるような人だったら、それはさ、嫌いな人は誘わないんで、好きじゃないとね、しかも1回2回じゃなくて頻繁だったらなおさらのこと、お前のことが好きだっていうふうに、まあ、思ってもらっていいんじゃないでしょうか。さあ、ということで2番目です。これも同じですね、頻繁にね、連絡をしてくると、でしかもそれが今じゃなくていいよねとか、それって果たしてなんかやり取りの意味があるのっていうような、まあ、どうでもいいようなね、まあ、オリンピックがね、どうなったとか、まあ、どうなんでしょうね、こうプライベートな話題でね、まあ、今日各々しかじかこういうことやったよみたいなね、俺日記みたいなものを送ってきたりとか、何なのこれっていうね、それは単純にあなたとのコミュニケーションの機会を作りたいという、ただそれだけの話だし、まあ、自分の存在をね、忘れないでくれよ、俺の存在を君の心の中に留めておいてくれよねっていう、そういう合図だし、まあ、そういうサインなんでね。で、またそういう連絡をするときというのは当たり前だけど、あなたのこと考えてるわけじゃないですか。好きでもない女のことなんかね、考えないからね。だからわざわざ、しかも手間かけてメール打ったり LINE 打ったりとかね、そんなことするということはもうね、好き、もうあなたと付き合いたいと思ってる、そう思っていただいて、いいんじゃないでしょうか。さあ、そして3番目ですね、まあ、1、2に絡めてこういう話になるんだが、とにかく、会話の機会をね、作ろうとするというか、とにかくあなたとの接点を持とうとする、なんかね、よくわかんないけどいつも
近くにいる、何かよくわかんないけどいつもねこう話しかけてくる、まあ昼間でもね仕事、まあ同じ職場であればね別になんか、それ今言うこととかね、それ今なんか私に聞かなくてもあっちの人に聞いてもいいよねとかね、それ私じゃなくてもよくないとかいうことでもとにかくあなたに聞いてくるというかね、とにかくあなたと接点を持とうとする。まああなたがね、自販機にお茶会に行ったら、まあ彼も一緒に走ってきてね、あ俺もお茶会に行こうと思ってとかね、コンビニ行こうと思ったらブワーッとこうエレベーターをかけてきてね、いや俺もコンビニ行こうと思ってとかね、まあ、飲み会でもあなたがトイレ行ったらうわーって後ろからかけて、いや俺もトイレ行こうと思ってみたいな、何かしらね、何かしらの形であなたとこう接点を持とうとするというか、まあそれは普通に好きだよね、普通にね、もう本当によっぽどなんか裏でもあるとかねだったら考えもんだけど、そういうことってあんまりないんでね、だからまああなたのことを好きで、しかも割とね、付き合いたいと思うぐらい好きっていうふうに思っていただいていいのではないでしょうか。さあそして4番目です。はい、あなたの生活サイクルについてね、聞いていきます。まあ、それは土日何やってんのもそうだし、まあ平日の夜とかねどんなことしてんのとか、まああなたがこう日常生活をどんなパターンでね過ごしているかっていうことを聞きながら、まあ多分それは逆の立場でもねそうだと思うんですよね。あなたもまあなんとなくのこう話のね話題としてそういう話をするかもしれないけど、突っ込んだ話で、まあ普段何やってんのとか、まあ土曜日日曜日とか、まあ月火水木金とか、そういう平日なんかはねどういう過ごし方をしてるんですか、まあ何時に帰って、あじゃあ何時に寝るんだ、その間は何やってんのとかっていう話まで聞くっていうことは、まあ彼からしてみるとその間にね、じゃあ俺が入る隙間ってどういうふうにあるだろうかとか、実際に彼女とお付き合いをしていったら自分の生活サイクルはどう変わっていくだろうかなんていうことをちょっとイメージしているからこそそういう話を聞くわけで、まあ、あなたに対してそんな話をね、聞いてくるようなのであれば、あなんか付き合う気あるんだというふうに、まあ、思っていただいてもいいのかなと思います。そして、さらにもう一歩踏み込んでこういう話も聞いてきます。はい、あなたのご家庭のことですね、まあ、ご家庭のことというか、まあ、家での生活というふうに言ってもいいかもしれません、まあ、ご両親のこととかご兄弟のこととか、まあ、生い立ちのこととかね、まあ、あなたがどういう、まあ、生き方をしてきてとかね、今現在どういう、まあ、生活を送っているのか、まあ、その中で、じゃあ俺っていう人間はどういうふうに彼女と付き合っていけばいいのかなとか、まあ、今後ね、まあ、そこそこお互いいい年だし、まあ、結婚とかっていう可能性を視野に入れるとするならば、まあ、どういう付き合い方をすればいいのか、どんなご両親なのかなとか、まあ、ちょっとやっぱり考えますよね。そしてどんな生活習慣を持っていたりとか、またどんな価値観を持っていて、まあお金に対してとかね、食事に対してとか、まあ家での暮らしに対してどんな価値観を持っていて、そこはどういうふうに、まあ、寄せていくことができるかな、そんなことを考えるからこそあなたの家庭のこととかね、まああなたの、まあ、価値観とか生き方とかそういうものを全て知りたい、まあ、知ることによってね、まあ、彼自身もそっちに寄せていけるかどうかっていう判断をしていくということは割とね真面目にお考えになってるからこそあなたにそういう話をしてくるというふうに思っていただいていいのではないでしょうか。まあ、好きでもない女のそんな話を聞いてもね面白くもなんともないんでね聞かないですよ普通はね。まあ、あなたもね好きでもない男の話でそんな話聞かないでしょ、聞かされたって困るしね、まあそんなふうに思ってもらっていいのではないでしょうか。さあそして、6番目です。その逆ですよね。だから自分のことを、話すということですよね。あなたの話を聞くけども自分の話、まあ、自分の生活サイクルとか、まあ、家庭のこととか生い立ちとか、お金に対する価値観とか、まあ、食事とかね、まあ、家庭でのこととか自分が何をどう思いどう考えているのかということをちゃんとあなたに洗いざらい話す。もちろん、彼自身の素性もそうだしね、まあ、いつも言うように自分の家がね、どこにあるかとかどんなところで働いているかとか、どんな仕事をしているかということも含めて、まあ、秘密も含めてねあなたに対してちゃんと全部話をしてくれて、俺ってこういうやつだよ、俺ってセーフティーでしょ、安心だよね、俺はもう逃げも隠れもしないよ、だからこんな俺を受け入れてくれよということを、まあ、あなたに対してお示ししていることなんでね、まあ、どうでもいい女にね自分のことを洗いざらい話すことなんかないし、別にね二度と会うかどうか分かんないような人に自分のね生い立ちとか自分の考え方とか家庭のこととか言わないでしょ。だからあなたのこと好きじゃなきゃねそこまで話しないですよ。だからそれが一度の場面でね全部話せるかっていうとそうじゃなくて、やっぱりさっきのあなたの話もそうだし彼の話もそうなんだけど、やっぱり重ねたコミュニケーションの中でそういう話をね包み隠さずこう話そうとする努力がね見えるかどうかということですよ。まあその中で、あじゃあこの人とはちょっとお付き合いをしてもいいかなっていうんだったら、まあね初めてそこで、じゃあ体の関係になるとかならないとか、お付き合いするとかしないとかっていうようなね、話にそこから先に進めてもいいのかなと思います。画像はここに出ていて、リンク先はここに出ているんでね、まあ彼がちゃんと自分の素性をちゃんと話をし、そしてあなたの話を聞いて、お互いねそこであ
ちょっと寄せ合うことができるよねっていう話であれば、いよいよそこから本格的にね、じゃあお付き合いするしないって話になってくるんじゃないかなということになるのではないでしょうか。そして7番目です、まあ自分のこと話してあなたの話も聞きました。じゃあその上で、まあこういうことだよね、もうちゃんとあなたに対して好意をお示しする、つまり好きっていうことをはっきりとね言葉にしますよ。後になってからね言わなくなることはあるんだけど、付き合い始まっちゃうとねあんまり言わないかもしれないけど、最初はね言うからちゃんと、いや僕なんとかさんのこと好きですよと、なんとかさんとお付き合いしたいと思ってるし、なんとかさんとこういう関係になったらこういうふうにしていきたいねとか、まあ、なんとかさんみたいな人は、自分にとってねすごく最高の人だし、まあ今までいろんな人と付き合ってきたけど、まあ、なんとかさんが一番僕にとって最適な人だよね、やっぱ好きだなとかね、やっぱり可愛いなとか、まあね、まあ何でもいいや、まあ何かしら言いますよ。好意を示して自分の気持ちをしっかり伝える、まあよっぽどね奥手でそういう言葉を言えない人だとしても、それに近いようなキーワードをしっかりとあなたに伝えてくるから、そして伝えてきてるにもかかわらずね、そこでいやこの人は嘘つきに違いないとかね、いやこの人はなんか信用できないなとかね、やっちゃうと、彼はなんかやっぱりダメなんだ、じゃあ俺はちょっと役不足なんか、まあ無理かということでどっか行っちゃうんでね、ちゃんと言葉にまでしてくれるんだったら、もうねそういうもんだというふうに思っていただいていいと思いますよ。まあ、よっぽどね彼の言動があっちでこっちでね、あっちの女にも好きっていい、こっちの女にも好きっていい、あなたにまで好きって言ってたらちょっと多いっていう感じだけど、そうじゃないんだったらまあそうなんだというふうに思っていただいていいと思います。さあそして最後8番目ですね。はい、あなたに対する距離がやっぱり近くなってくるし、まあ、体に触れることがねすごく多くなりますよ。まあ、体に触れるといっても、まあ、何かこういやらしい感じでね触るとかっていうことではなくて、まあなんだろうなこう肩触ったりとか手触れたりとか、まあ、割とこう身近な距離感にあなたを感じているから、まあちょっとねそれまで抵抗あったものっていうのが、まあ彼の中で少しなくなって、やっぱりこう自分にとってすごく近しい存在にしたいなとか、仲良くなってほしいな、そして俺のことを受け入れてほしいなと思うからこそ、まあ、触りたい欲求から、まあ、性的な欲求から来るということよりは、あなたに受け入れてほしいからこそ距離をねちょっとやっぱりこう前のめりになっていくというか、もうとりあえず、腕を掴んでわーっとこう引っ張りたい衝動を少し抑えるという意味でもね、まあ何かしらの形でねこうあなたに触れるというか、まあちょっとこう腕触ったり肩触ったり、まあ膝がねぶつかったりとかいうこともそうかもしれないけど、今までだったらそんなにね距離を感じたことはなかったんだけど、なんか最近この人やたら近くで話すなとかね、やたらなんか体に触れてくるな、いや別にそれはいやらしい感じじゃないんだけど、なんかやたらこうね近いくねなってきたよねって感じてる時っていうのは、彼がそういう思いをね持ってるんじゃないかというふうに思っていただいてもいいのではないでしょうか。さあということで、まあざざっとね勢いで8つご紹介を差し上げました。まあこのうちの大体半分を上回るような言動があなたに対してはっきりとね見えてるんだったら、もうねそれはだから何度も言うように、お前のことが好きだからそういう態度を示すんだというふうに、まあ思っていただいていいのではないでしょうか。ただそこまでねあなたに対して彼がはっきりと態度行動にお示しになってくれてるんであれば、あとはそれをねあなたがどう受け止めるか、いやそんなん私ねこの人嫌やわっていうんだったら、まあそれはそれでね残念ですけどっていうことだし、まあそこまでやってくれてるのになんかね、いやちょっとやっぱり私なんかじゃダメかもしれない、いや私やっぱり好きって言われるほどね自分にこう自信がないからダメかもしれないみたいなね、まあそうやってこう迷ってても、そうこうしてるうちに彼はどっか行っちゃうんでね、もうとりあえずこういう態度が来てる上で、まああなたも悪くないなと思ってんだったら、まあ受け入れてあげた方がいいんじゃないですかということになるのかなと思います。まああとはあなたのご判断、あなたのご選択ということになるのではないでしょうか。現場からは以上です。